前回のファイナルファンタジー8。ちょっと待って、あそこにいるのサイファーじゃね？あの十字架の十字架のタンクトップを着てるの。あー、キスティスに関しては結構なんかいろいろ思うところがあるんだよな。似ている？違うよ。ママ先生の名前はイデア・クレイマー。ママ先生の、まあ、イデアの頭の中に誰かが、誰か何かがジャンクションしている。いじってごめんねアーバイン、いじってごめんね。スコールも、スコールもこの前いじってただろう、アーバインのこと。さてと、探索が終わったんで行きたいんだけども、どこだろうな。でも岬に灯台があるところを探せばいいわけだから、なんかこの辺とか、この辺とか、この辺とか、この辺とかちょっと探してみるか。よいしょ、行きやす。あ、ちょっと待って、あったかもしれねえこれだな、割とすぐ見つかったな。よいしょ、これっぽいな。ここはなんとなく見覚えがあるな。あれ、晴れだ。思い出した、ここがイデアのイデア。でもこの気配は何だ。何か巨大なものが近くに。巨大なものとは、巨大なもの。あ、びっくりした。いるんだが、巨大なものがいるんだが、よく気づかなかったなこれな。どうしよう、これ乗り込んでいいのかな。乗り込むか、行くぞ。見てくれよスコール、どん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 、どうなるんだと思う。向こうも気づいてるはずだ。気づいてないならこっちから行く。戦闘は避けられない。あれには魔女が乗ってるんだろう。最終決戦か。そうしたい。まずどうする。みんなに指示をするのが指揮官の役目かといって、あまり多くの指示をしてはかえってみんなを混乱させる。さあ考えるんだ、時間はない。的確な指示を選べ。まず的確な指示、攻撃の準備、燃焼クラス。あれ、いくつ選べるんだろう。あ、ちょっとガーデンの進路も、あれ、ど、え、ど、どういうこと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 、今ど、今何個、今何個こちらスコールだ。これは緊急放送だ、よく聞いてくれ。これからガルバディアガーデンとの戦争に入ることになりそうだ。敵側にはサイファーもいる。今回の戦いで俺自身のしがらみにも決着をつけるつもりだ。ガーデンの進路はこのまままっすぐ進行。何かのための回避に備えてマックススピードの 50% に抑えておいてくれ。県接近戦検定2段以上は駐輪場で、 MG 検定3級以上は2階外壁デッキでそれぞれ待機。ウォームアップを行わないように。キスティス、ゼル、セルフィン、ブリッジに集合してくれ。出席番号末尾が8の生徒は燃焼クラスの世話を忘れるな。ちょっと余計なこと言い過ぎかもな、うるせえ戦場ではみんな興奮気味になる。必要なことだけ的確に指示しなければ。守備隊の指示はいいのか。ああそうだったな、やつらは多分ここに乗り込んでくる。だから皇帝と正門を固めて敵襲に備える。おいおいおい、なんで僕は呼ばれないんだ。お、みんないた。僕だって仲間だろ。あ、悪かった。頼むよ、もう。俺たちが手分けして、他の生徒の指揮を取るつもりだ。ゼルが来たら分担を決める。あ、ゼルね、きっと眠ってるんだよ。もう全然眠ってないって言ってたもん。ああ、あれ？何の話だ？秘密。何やってんだよ。待ってられないな。
俺は皇帝の様子を見てくる。一緒に行くのは二人ともいない。ああいいだろう。じゃあ女教師とセルフィーちゃんを。アーバインはゼルを見つけて合流。正門グループの指揮を取ってくれ。オッケー。敵との接触までには時間がある。まだガーディアンフォースの装備はしなくていい。オッケーさあ皇帝まで行くぞ。俺についてきてくれ。ありがたいな。おいリノはどうするんだ。リノはか、任せる。任せちゃった。え、君たちはファイア隊レベル3練習生です。同じくファイア隊レベル1見習いです。私は救護班 A 隊です。君たちはデッキへ。女の子は守備隊だ。死体皇帝ってどこ。皇帝ってどこ。あれ皇帝持ち場につけ。はいはい。お、燃焼クラスか。緊張は戦闘力を 20% 減退させる。リラックスだ。ダメだ、緊張してうまくいかない。 KR 班油断するな、火傷するぞ。あれあれ、校庭ってどこだっけ。こっち校庭じゃないよな。とりあえず敵の様子を見に行こうってこと。違うよな、僕が間違えたのか。よし行くぜ。一回校庭ってどこだっけ。あ、見れない。校庭。あ、なんだこれ。敵はガーデンの刀から侵入してきます。つまり外界と接している正門と校庭です。校庭ってどこだっけ。あ、おあつらい向きに皆さん道を開けてくれているな。ここ皇帝か。あ、ゼルやるじゃん、ちゃんといるじゃん。みんないいか。この戦いがきっと最後だぜ。何が何でも勝利だぜ。おう、スコール、ここは任せてくれ。お前寝てたんじゃないのか。そうだけどよ、あんたの放送聞いて飛び起きたぜ。アナナスコール、ちょっと来てくれ。あ、なんだ。お前指輪してるよな。こんな時になんだけど。なんで。その指輪俺にくれ。いや貸してくれるだけでいい。なくしたりしないからよな。貸してくれ。どうする気だ。理由は言えねえ。でも貸してくれ。なんだよ、この指輪気に入ってるんだからな。まあ貸すくらいならいいか。なくすなよ。感謝するぜスコール。これで俺のプライドも守れる。リノアも喜ぶ。リノア、おしスコール、ここは俺に任せてくれ。あれ、これもしかしてあれじゃないですか。私戦うから守られるだけじゃ嫌だから戦う。お、私にもみんなが守れるなら戦う。みんなと一緒にいたいから戦う。ここが戦場になるなんて最後にしてよな。リノさんいたな。ちょっと待ってよ。ゼルがちょっとなんか昨日眠れなくて、でその事情を皆さんご存知。そしてスコールの指輪を貸してほしい。リノアが喜ぶ。あら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 、どういうこと。リノちゃん説明してもらえる。戦わなくちゃあなたに認めてもらえないなら戦う。気をつけろよ。おなんか他の生徒だけ解像度が低いな。気のせいだったな。スコール、ブリッジに来てくれ。ゼル、ここは任せたぞ。よし見ろ、来たか。この全面戦争だな。サイファー。
字型の T シャツ着てたこと忘れてねえからな。向こうはサイファーが指揮してるぞ。奴ら正面から来る気だ。このまま進め。バイクで？訓練積んでるってレベルじゃねえぞ。見つかった。ヘリガーデンにすれ違うぞ。校庭攻撃班気をつけてくれ。左の方へ走れ。奴らを元から立つんだ。ガーディアンフォースの装備忘れないよ。はーい、ガーディアンフォース装備します。よし、じゃあ行きます。めっちゃ来てるじゃん。行くぞ。待て待て、どこだどこだ。あ、めっちゃ来てるめっちゃ来てる。あ、リナ、これ、え、スコールから借りたんだ。これ見ながら同じの作ってやるよ。だからそれまで持っててくれ。あ、ただ越せって言っただけだぜ。かっこいいけどサイズ大きすぎ。それをするわけじゃないんだろ。さあ行こうぜ。あー、こんな時でもイチャイチャするなよ。いいけど。あ、ちょっと待って、ちょ、リナ、あらららららら、おお、頑張って。どうしよう、ダメだ、届かねえ。なんか長いもん探そうぜ。すぐ戻るから頑張れよ。長いもの、あ、ちょっと待って、やばくない？やばくない？はあ！長い、長いものとは？何か助けになる、助けになるものはねえのかよ。そうだ、なんかないのか。三倍速、三倍速。なんかないのか、なんかないのか。なんかないですか？え、ここまで戻ってきちゃったけど。あ、セーブ、セーブ？専門から敵が来る。あ、ちょっと待って、待って、長いものが、スコール、リナーが、リナーが、かなりまずいぜ。くそ、スコール聞こえるか。教室が敵に襲われている。あそこには燃焼クラスがいるんだ。早く何とかしてやらないと。どうする、分かってる。でも危険なのはリナーだけじゃない。冷たいぜスコール。リノアはさ、パーティーを3班に分けなくては。俺と一緒に行動するのは誰だ。ゼルは任せてたとして、セルフとキスティングね。アーバインはシュウ先輩とここで。オッケー。セルフィーとキスティスは俺と来い。教室の方へ行く。それとゼル、リナを助ける方法を探してくれ。絶対助け出すんだ。頼んだぞ。シャア。あららら、やった。やべっち。あれ、ちょっと待って。何何何、二回教室に連れてくれ。ちょっと待って、じゃ あの装備整える。行くぞ、二回教室だな。二回教室急げ。行くぞ、二回だ。おお、二回、なぜ二回教室なんだ。燃焼クラスから狙っていく作戦か。最悪だな。バディア兵器の軍事力よ。うい、来た。
タンギッタにしてやるよ。作戦で、あ、シートの書きも、あ、ごめんね、あ、ちょっと。エアロ、ウォーター、エスト。なるほど。ちょっと待って。何もできなくなっちゃった。よし、行くぞ。連続剣。くらえ。初めて使うかもしれないな。やだーん。行くぞ。ズン、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 ズン。ダメです。ラフティーバイド。とどめ。どうや。よし、普通に倒そう。あら、やだ。あ、結構しぶといな、こいつら。雑魚だと思ったら大間違いでした。よし、もう一回連続いくか。よいしょ。初期装備だから必殺技これしかないんだよな。よし、大丈夫か。燃焼クラスよ。早く保健室へ避難して。よし、行くぞ。次はどこだ。保健室に行っていいか。回復したい。保健室行けない。保健室に行けないです。あれ、どこ行くんだろう。一回教室行ったから。こんな時でもお給料は入るんですね。ご苦労。この町は安全な場所に頼む。はい。あ、この女の人に言えばよかった。スコール、ブリッジに来てくれ。門脇先生も来てる。なんだよ、説教か。なわけないだろ。門脇先生だぞ。保険のお姉さんだぞ。ああ。わあ。全力で来るじゃん。上。あ、大丈夫か。痛いよ。どんな感じなの。第1波第2波はなんとか食い止めたと思う。その代わり生徒たちはボロボロだ。もう1波来たらもう。そっちは。正門部隊もな、今はなんとか食い止めてるけど。まあ、ここまでってことかい。あっちのガーデン乗ってるのはほとんどがプロの兵士みたいね。こっちは訓練中の生徒ばかり。スコールの言う通り、あと1回でも攻撃を受けたら。守備を固めた俺の作戦が間違っていたのか。最初から攻撃していれば。あっちにはサイファーがいるんだろ。あんた、あの子から逃げるわけにはいかないんだろ。カッコつけるんなら今しかないよ。ここまで来て何考えてるんだ。逃げるんじゃないだろうね。逃げたりなんかしない。そんなことはしない。こっちから攻め込めばチャンスはある。問題はどうやって向こうのガーデンに乗り込むかな。このガーデンをぶつけてみるか。そうすれば乗り移れるだろ。あっちのガーデンの操縦士がやってるんだ。ニーダにできないわけないさ。決まりだな。いいな。ダメだスコール、校庭に行く道がないんだ。奴らがバリケード張って通さないんだ。屋根を伝っていくか、空でも飛ばない限りリノアのところに行くのは無理だ。リノア、ちょっと待てよ。あんた今諦めたろ。頼みがある。あんた、リノアを助けろ。どうにもならないのかもしれない。それでももうどうしようもないって思うまで努力してみてくれ。俺は攻撃部隊。あんたの事情も気持ちもどうでもいいんだ。ただリノアのためにそうしてやってくれ。私たちリノアのこと好きなのよ。もう仲間なんだからね。リノアの喜ぶ顔見たいぜ。それにはお前じゃなくちゃダメなんだゼル。チッタ隠せ。僕はガルバディアガーデンの中は詳しいからみんなを案内する。私たちが道を切り開いておく。スコールが来たら最後の攻撃を。スコール、あんたここにもう一仕事残ってるよ。なんだって。
みんなを励まそうってか。生徒たちに勇気をあげなさい。あんたはみんなの指揮官なんだからね。あんた結構みんなに慕われてるんだぞ。頑張れ。こちらはスコールだ。みんな怪我の具合はどうだ。戦いに疲れて立っているのも辛いかもしれないな。でも聞いてくれ。勝利のチャンスのために力を貸してくれ。俺たちはこれから最後の戦いに向かう。敵の攻撃部隊がやってくる前にこっちから敵陣に乗り込む。そのためにこのガーデンを向こうにぶつけることにしたんだ。でかい衝撃に耐えられる準備しといてくれ。周りに年少クラスの子がいたらよろしく頼む。道がいたらアーバイン、キスティス、ゼル、セルフィーが先発隊として行動する。まだ力の残っている生徒は先発隊をサポートしてほしい。シードは魔女を倒すために作られたそうだ。ガーデンはシードを育てるために作られた。だからこれはガーデンの本当の戦いなんだ。きつくて嫌になるような戦いだ。でも後悔はしたくない。みんなにも悔いを残してほしくはない。だからみんなの残っている力全部俺に貸してくれ。うん、それでいい。立派だったよ。さあ突っ込むよ。リノは大丈夫かい？うわっし、敵陣に乗り込んだぞ。さあ覚悟はいいわね。みんな頑張ろう。あ、みんな、どうぞ。誰か一人だけ自分自身のためにって言ってたぞ。さあかかってこい。よし、リノは助けに行くぞ。スコールはジャンクションしてるね。よし、いいぞ。あ、なんでここなんだ。マークが、あの子がいないの。マーク何してんだ。あ、マーク大丈夫か。うん、この先に年少クラス担当の女子が待ってるから。うん、あ、なんだ、え、なんだ、うわ、なんで、なんかゲージが、あ、ちょっと、どういうことアテレを見回す。やられるな。そうだよな。え、なんか始まった。あっ、出す。ドアの横の非常用スイッチを押す。これでドアが開く。突撃してきて一緒に外に出る。何がどうなってるんだ。あ、痛い。パンチガードだ。 あっちもガードしてんじゃん。ガード痛い。ガード、よし、いいぞ。負けそう。痛い。ちょっと待って、負けるぞ。痛い。スコールが死んじゃうよ。あっちもガードして。負けた。キックは相手に与えるダメージが少ない。しかしインパクトまでの時間が短いので相手の連続攻撃を寸断するのに有効だ。お、なんか始まったから対応できなかったぞ。よし、これでまず突撃してくる。これは仕方ないんだな。ダメージ食らうのは痛い。ふざけんな。辺りを見回す。
そして非常用スイッチを押す。 OK。 じゃあ一発キック、パンチ、おりゃキック、おりゃガード、 あっちもガードしてきた。パンチ、よし、痛い、ガード、パンチ、痛い、痛い、ちょっと待って、相手強いんだが、強い、どういうこと、勝てない、痛い、キックしてれば勝てるんじゃないの、勝てない、難しくないねえ、難しくない、簡単にしてサイトライザーやる。あ、なん必殺拳、あった、強くね、何が条件で必殺拳が出たんだろう。とりあえず勝ったわ、必殺拳強っ。あ、きっと僕が簡単にしてサイトライを選んだからなんだろうな。よし、これこのままこれ使ってさリナのとこ行こうぜ。いけるだろう。これ何の時間？本当だったらもうちょっと戦ってたってこと？いや、簡単にしてサイドラインのおかげですわ。リナ、よし、よし、よう頑張ったな。走って、向こうがガーデン入り口のはずよ。どっち、あっち、あ、左向かって走る、よし、左向かって走るぞ、ついてこい、リナ、うっ、やばいやばいやばい。スコール、助けてくれてありがとう。いや、いいんだ、森のフクロウとは契約残ってるし、みんなにはいろいろ言われてた。それに偶然あんたを見つけて、そう、要するに偶然だ。だからいいんだ、私あのまま落ちるわけにはいかなかったの。私スコールの大切なものを預かってるから、それちゃんと返さないでいなくなるなんてできないもん。これスコールの指輪、私預かってるんだ。ゼルのやつ、それは一番気に入ってるんだ、ちゃんと返せよな。かっこいいもんね、これ。なんてモンスターがモデルなの？モンスターじゃない。想像上の動物。ライオンだ。とても強い。誇り高くて強いんだ。誇り高くて強い？スコールみたく？そうだといいけどな。このライオンって名前はあるの？もちろんさ。え名前決められんの？うっそ、どうしよう。よし、決まった、名前はスコスコ太郎だ。そういう名前なの。あのね、ゼルがこれを見ながら同じのを作ってくれるんだよ。よ、そしたら私も頑張ってみる。ライオンみたいになれるように。違うよ、スコスコ太郎。でもさ、同じ指輪してたらみんなに誤解されちゃうね。そんな嬉しそうに言うなよ。みんなで俺たちをくっつけようとしてるぞ。それくらいのことは俺にもわかるんだ。誤解されたがってるように見えるな、あんた。そんなことないって。さ、みんな頑張ってる。行くぞ、リノア。行くぞ、スコール。